2021年シーズン YZ85 クラスシリーズランキング3番手は 89.4 ポイント、チームウエストレーシング大山岳選手、おめでとうございます。ランキング2番手は 95.4 ポイント、ジャッカル HKC 葛西優輝選手、おめでとうございます。そして今シーズンもシリーズチャンピオン連続獲得となりました116ポイント、原田カートクラブ野田拓二選手、おめでとうございます。では YZ85、シリーズランキング上位3選手に表彰台お上がりいただきます。変わりまして上位3選手にこちらもシリーズ賞金が贈られます。見事チャンピオンに輝きました野田拓二選手には賞金3万円が、ランキング2番手の葛西選手に賞金2万円、そしてランキング3番手大山選手に賞金1万円がそれぞれ贈られます。それではこちらもシリーズチャンピオンに輝きました野田選手にお話を伺います。チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。野田選手2年連続になるのかな、失礼いたしました、5年連続のチャンピオンということで、ね、どうですか、5年キープをしている、今のお気持ちは。ちょっと疲れました。疲れました。今日のレース1日疲れちゃった。今日ではないんですけど、ちょっとポイント計算ばっかりしてる自分もあんまり好きじゃなくなってきました。勝ちにこだわりたい、ね、これで5年連続のチャンピオンということでですね、1年振り返って野田選手どうでした。そうですね、コロナもあってちょっといろいろあったんですけど、まあとりあえず今日はおとなしく走って1位だけを狙っていくようにしました。まだまだ来年も続きますね。頑張ります。じゃあ最後に一言メッセージもお願いいたします。ありがとうございました。みんなあのメカニックのおかげとかみんな仲間のおかげでチャンピオン取れましたので、またよかったら来年頑張ってみます。はい、おめでとうございました。来年6年連続のチャンピオン目指しての、ね、野田選手ということになります。そしてランキング2番手の葛西選手です。2番手おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、2位になった今の気持ちは。今年から出始めてやっぱりチャンピオンの壁は高かったのかなと思います。ね、まあ、来年はね、この野田選手の、6年連続を阻止する存在として、頑張っていただきたいと思いますけれども、来年に向けてのじゃあ抱負も一言お願いします。あ、もうチャンピオン目指して頑張ります。はい、ランキング2番手葛西選手でした。そしてランキング3番手の大山選手でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ガックン3番手どうですか今のお気持ちは。いや、最終戦頑張ってよかったなって思います。じゃあガックンもまた来年に向けて抱負をお願いします。そうですね、来年一応ちょっと目標にしてた野田さんを今回倒せたんで、まあ来年は、まあ、シリーズですね目指して。何を言ってるんですか。また来年もねこのバトルが見られそうでございます。 YZ85 クラス上位3選手、それではフォトセッションに移ります。じゃあ正面お願いします。はい、行きます。では改めまして上位3選手に今一度大きな拍手をお送りください。